こんにちは、ギズモード編集部のアミトーです。突然ですがギズモード相談室、イエーイ。今日ですね、ギズモードのディスコードコミュニティ、ギズモードウッズのオンフラインイベントが行われていて、ユーザーの皆さんが来ています。一般の方です。それでいい機会なので、ギズモードにご意見をいただこうと、または相談してもらおうということで、こんなものを作りました。ギズモードの相談部屋でございます。僕がですね、こっち側に入って、一般の方が向こう側に入ってお話をするんですが、中は仕切りがあって、お互いの顔がギリギリ見えるか見えないかぐらいの感じになってます。なので僕は誰から何を言われているのかわからない状況で、ギズモードに対するご意見とかご要望、相談、質問、普段聞きにくい質問などをしていただこうと思っております。で、なんかすごい誹謗中傷されて僕が辛くなったら、ここからバッと出てきて終了っていうので、そういう感じの企画です。ちょっとね、全員やったことない企画すぎて戸惑ってはいるんですが、やってみようと思います。いや、やってみて。はい、じゃあこちらの相談部屋入っていきます。いや、怖っ。おお、ちょっと蒸し暑いっすね、この中。こんにちは、ギズモード編集部相談室です。今日はどんなお悩み、ご意見でしょうか。こんな動画が欲しいなというので、最近ストリートレビューっていうのがあったと思うんですけど、はい、ああいう昔の1分レビューみたいな短くまとめるレビュー動画がたくさん欲しいなっていうふうに思ってます。ストリートレビューって どんな八田貝さんのビーツソロレビューです。ちょっとおしゃれな英語になってたやつですね。で、はい、なんか短く魅力をまとめる動画があったらいいなっていうふうに思います。それってギズモードの動画長いってことですか。いやいや本当に聞きたい、本当に。いや、長いというか10分の動画もいいんですけど、うん、短く楽しくまとめる動画も結構好きだなっていうふうに思って。それ横型でってことだよね。ショートじゃなくて横で。あ、それなんで横がいいんですか、ショートじゃなくて。縦だと真ん中の人しか見えないけど、横だと周りの色なのも見えるのかな。楽しい雰囲気がギズモードの伝わってきて好きだなって思います。なるほど。15分は長いですか。30分以上なければ長くはないって思います。あ、そうなんだ。そう、だから20分ぐらいでも全然大丈夫です。いや、なんか最近これ本当ガチ俺が相談したいんだけど、ショートを見すぎて15分とか20分の動画が長いという感じるようになってきてて、もうちょっと長い動画もテンポ的にもうちょっと早くした方がいいのかなとか、これね、ガチで編集部で悩んでるところなんですけど。僕はなんかあんまりショートを見ないから15分ぐらいの動画でも普通にちょうどいいなって思うんですけど、ショートよく見せた頃でも普通に長い動画とはショートは別のものとして見てて、全然気になりませんでした、長い動画っても。じゃあちょっともうちょっとこう短く横型で、製品の魅力をゲットしたやつを見たいということで、はい、ありがとうございます。なんかすごいちゃんとフィードバックをいただけてありがとうございます。終了、お疲れ様です。次の方いらっしゃいませ、はい、ギズモード相談室です。はい、今日のお話は何でしょうか。特に申したいことがあるわけではないんですけど、一つ投稿してほしい動画があるとすると。投稿してほしい動画、はい、たまにギズモードの全員が出演して、うん、スタッフ全員が久しぶりに自己紹介とかするような動画欲しい感じ。一回何年か前にやりましたよね、アミと金本さんとリチャードが3人で出て自己紹介みたいな、 あの雰囲気ですか。その感じで今のスタッフここ数年で、変わってきてるポイントがあると思うので、うん、その何年か前に自己紹介した3人の他に、例えば前野くんとか黒田さんとか八田貝さんとか、多分昔から見てる人からすると新しい人出てきたなって感じは分かってると思うんですけど、そもそもどなたですかっていう感じもあるってことですかね。それはやっぱ自己紹介で一回ちょっと紹介してほしい。新入社員っていうか新しい人はショートとかとっても、それがどういうことで接してきたのかっていうのが、はい、急に出てきてもどんな人だか見る側が分かんないってことですよね。なるほど、めちゃくちゃガチなフィードバックいただいてる。どうしよう。いや、1年か2年おきにはそういうことやってほしいな。なるほどね。定期的に自己紹介会があれば、はい、見る側も見やすいよねってことですよね、はい、なるほど。ちょっと自己紹介会やってみてもいいですね。どんどんちょっとね、人数が増えてるんで。でもそれだけ見ていただいてるってことで嬉しいですね。一番過去の動画から見てます。一番過去の動画から見てます。どれが一番好きですか。一番最初の頃にアミトーさんがホットケーキが入れてる動画。めちゃくちゃマニアック。象印のホットプレートの、はい、
めっちゃ昔から見てますね。なんかそういう日常系の動画も欲しいなっていう、ガジェット紹介だけじゃなくて。やっぱりそれはガジェット紹介みたいな情報を求めてるプラス親近感みたいな、チャンネルに家族感を求めてるみたいな感じですか。やっぱそういう人も多いんですかね。ちょっとどっち方面に行くかみたいな決断もありますが、新しい人を紹介するコンテンツ作りたいと思います。ありがとうございました。はい、じゃあ終了です。こんにちは。はい、こんにちは。次の方いらっしゃいませ。ギズモード相談室です。最近出会いがなくて、どうやったら彼女できますかね。なんかあれですか、今日声喉調子悪いですか。ちょっと喉調子悪くて。そうですよね、ちょっとデジタルっぽい声しますね。彼女どのぐらいいないんですか。半年ぐらい。え、でも最近じゃないですか。結構付き合って1ヶ月ぐらいで別れちゃった。あー、なるほど。あんまりじゃあ続かなかったんですね。そうですね。え、なんかマッチングアプリとかそういうのやってないですか。あー、やってるんですけど、あんまりかっこよくないんで。あ、でも写真がってことですよね。そっか、でもなんかいい感じに撮ったり、今日だからガジェットたくさん持ってる人いるんで、カメラもすごいの持ってる人いたから撮ってもらったらどうかな。じゃあちょっと撮ってもらいます。ギズモード編集部の出演者の中で男女どっちもいるんで、まあ、自分が男だったら、自分が女だったら一番この人と付き合うかもなみたいな、気になるなみたいな人いますか。リチャードさん。いや、これね、リチャードモテるんだよな、これすごいよね。じゃあリチャードと付き合いたいってことで大丈夫ですか。じゃあよかったさ。なんかギズモード、あの動画とか記事とか見ていただいてますので。全部見てます。なんかご意見とかもしあれば。倉庫とかにあのいっぱいガジェットって並べてると思うんですけど、いっぱいどんなのあるかなって見てみたいなって。あー、なんか編集部の在庫棚卸しみたいなことですか。あ、それこそ機材とかいろんなものを、その裏側みたいなのを見てみたいなって。あー、なるほど。それちょっと面白いです。すごい、なんかちゃんといいアイデアをもらいましたね。ありがとうございます。終了。いやー、ちょっと3人相談してもらったんですけど、みんな優しいっすね。あんまりこう辛辣なことを言う人はいないのかなって感じなんですけど、恋愛相談とかもありね。変な感じになってしまいましたけど、あと2人にします。ぜひ今日だけですよ、今日だけなんで。はい、じゃあ次の方、こんにちは。こんにちは、ギズモード相談室です。今日は何でしょうか。ギズ屋台でもっと小物を売ってほしい。ギズ屋台来た。ギズ屋台ですか。はい、はい、小物とは例えば、イヤホンとか。屋台って割には何もないじゃないですか。おお、買い物されたことあります。一回なんか買った覚えがあります。 T シャツかなんか。あ、 T シャツ買ってくれたんですね。ありがとうございます、はい、アプリの使い心地というか購入画面の使い心地とか大丈夫でしたは、まあいい感じでした。いい感じでした、はい、品揃えがちょっと違うんじゃないかってことですね、はい、そうですね。あ、今じゃあ屋台っていう割には商品少ない、はい、じゃあ今ギズ屋台じゃなくてギズ何ですか。ギズなんだろうな。露店。露店。ギズ露店、はい、でもギズ屋台のツッコミが来るとは思わなかった。他には何かありますか。なんだろうな。前野さんもっと出演させてほしい。おお、前野ファンですか。前野くんのどんなところがいいですか。顔がかっこいいところ。ギズモードの中でもし自分が女だったら男だったら付き合いたい人は前野くん。リチャードさん。リチャードかい。リチャードの次は誰ですか。リチャードの次は前野くん。そうかそうか。じゃあ一応聞くんですけど、前野くんの次は誰ですか。どうだろうな。まあまあまあ、アミトさん。ああ、おーおーおー、そうかそうか。じゃあ3位ってことですね。じゃあ終了。僕ガジェットが好きでいろいろ買いたいんですけど、はい、お金がないんですね。おお、お金がない、はい、ちょっとこの学生のかわいそうな僕にスパチャしてみませんか。スパチャ YouTube チャンネルあるんでスパチャしてみませんか。そしたら僕は新しいガジェットを買ってレビューします。それはギズモードにどういうメリットがあるんですか。そうですね。ギズモード、あ、じゃあ提供します。
え、あの僕が買ってそれを送るんで、はい、あ、買ったガジェットを提供してくれる。あ、え、例えばどんなガジェットが欲しいんですか？あ、 AI ピンとかですかね。 AI ピン、あと、VR で走れるやつ、わかります？あ、床みたいになってて、そうそう、あれ40万するんですけどちょっと欲しいんですよね。あ、え、あれを買ってギズモードで提供してくれるんですか？送料そっち持ちなら大丈夫。送料やばそうっすね。え、ちなみになんかどの辺にお住まいとか、送料それによって変わっちゃうの？北海道とかだと。僕、はい、一応アメリカに住んでるアメリカ、送料大体、はい、まあ普通の段ボールサイズで5万円ぐらいなかなかっすね。お金がない学生のもの。あ、でもそういう、こうビジネスパートナー的なのやりませんかっていうご提案ということでよろしいですか？あ、そうです。あ、なんかありがとうございます。え、それは普段からギズモードの YouTube も見ていただいてるんですか？あ、もうもちろん昔から iPhone だけだよ。ありがとうございます。何頃からなんか最近こういうとこ物足んないなとか、こういう動画で出さないのかなみたいなあります？ちょっと思ってるのは、はい、まあ、昔に比べてマニアックな製品のレビューがなくなったなとは思います。あー、マニアックな製品、まあ、例えばiPhone の皮かぶるみたいなレザーケースとか。あー、ありましたね。あまり誰も使ってなかったやつですよね。電話も出れない、カードも入らない、ああいうのが好き。ああいうやっぱマニアックなのをギズモードジャパンの、視聴者求めてるんですか？あー、なるほどね。ありがとうございます。ちなみにギズモードって動画にたくさん人が出てるんですけど、一番誰が好きとか？まあ、僕は一生アミトなんかすいません言わせてしまったみたいな。昔からアミトさんを見て入ったんで、アミトさんへの愛はそういった場合あるんです。いいっすね、金髪似合いますね。 あれ見えてる。終了、ありがとうございましたということで、ギズモード相談室第1回、ちょっと探り探りではありましたが、やってみました。なんかすごいちゃんとフィードバックをいただけて、できるだけそのフィードバックを糧に今後動画を作っていこうと思うので、見てる皆さんもコメントにご質問とかご意見などよろしくお願いします。で、ギズモードはディスコードのコミュニティ、ギズモードウッズっていうのがありまして、今日はそれの、オフ会というか、ユーザー会ですので、こういうイベントもやってます。概要欄からディスコード参加できますので、ぜひ参加してください。ギズモードのアミトーでした。さよなら。